愛い魔法使いが恋のお手伝い？メロと恋の魔法第1話。6月の雨の日にあなたに恋をしました。お仕事頑張ってね、ダーリン。ま、ハニーもね。もう朝からイチャついてないでさ、起こしてよ。お、キーナ、おはよう。もう中二なんだから自分で起きなきゃ。そうだぞ、一人で起きることになれないと将来困るのはお前だからな。傘持っていけよ。夕方から雨の予報だから。はい、行ってきます。間に合うかな。私、夏川キーナ、14歳、ごく普通の中学2年生です。やあ、チャイム。でも教室はすぐそこ。なんとかセーフ。ねえ、やつだな。気をつけろよ。ごめんなさい。よりにもよって、喧嘩ばっかりしてると噂でクラス一不良の西園寺くん。大丈夫キーナ？ゆずちゃん。おお、よしよし。西園寺くん怖かったよ。くそ、慌ててつまずいてぶつかった私が悪いけど、今日は朝からついてなかったな。はあ、放課後。キーナ、また明日。部活頑張ってね。夏川、お前帰宅部だったな。ちょっと書類作り手伝ってくれ。割とすぐ終わったけど、もう誰もいないな。帰りぼっちか。わっ、嘘、雨。どうしよう、傘持ってきてないよ。あ、今朝お父さんが夕方から雨だって言ってたのに。私のバカ。待ってたらやむかな。おい、え、サイオンジ君？何？お前、あ、わかった。朝はよくもぶつかってきたな。金よこせ。カツアゲ、私から取る気なんだ。傘なら持ってないよ。やっぱそうか。じゃあこれ使って帰れ。ほら。え、折りたたみ傘でもこれ私が借りたら西園寺くんが。俺は濡れるの平気だから気をつけろよ。足元ぬかるんでるから。お前朝もこけてただろ。じゃあな。びっくり。ジくん、いいところあるじゃん。あっ、もしかして。危ねえやつだな、気をつけろよ。今朝のあれも西園寺くんは怒ってたんじゃなくて心配して注意してくれたのかな。だとしたらすごく優しい人だ。次の日、西園寺くんが気になる？キーナ、昨日は怖いって言ってなかった？いや、そうなんだけど、昨日帰りがけに。これ、使え。あ、っていうことがあって、
ふーん、それは確かに意外だわ。サイオンジ君は。でしょ、態度はぶっきらぼうだけど、優しいなと思って。なんか急にかっこよく見えて。そっか、どうするの？頑張りたい。せっかく気になる男子ができたんだもん。応援してね、ゆずちゃん。わかった、頑張れキーナー。放課後。帰るか。サイオンジ君、あの、昨日はありがとう。傘返すね。ああ、どういたしまして。じゃ。私、本当に助かったし、お礼とかちゃんとしたくて。それで、もしよかったら友達になってもらえないかなって。友達に？ならない。じゃ。ちょっとサイオンジ君、そんなあっさり。傘が必要そうだったから貸しただけだ。友達とかそういうの俺はいらねえから。かわいそう。でも諦めない、頑張る。次の日。サイオンジ君、次の授業美術だから美術室まで一緒に。行かない。サイオンジ君、お昼ご飯一緒に。一人で食う。サイオンジ君、一緒に帰ろう。しつこいな、ついてくんな。頑張っても余計にうざがられるよね。どうしたらいいの？せっかく好きになったのに。シクシク。コウ君。なんだい？好き好き大好き愛してる。俺もだよ。ああ、もう好き。諦めるしかないのかな。ナ様、キーナ様、泣かないで。うん？元気を出してください。え？な、何この声。キーナ様、私に話しかけてるよね。キーナ様、このドレッサーから聞こえたような。主人、はい、ハンカチ。ありがとう、紫。
どういうこと？ちょっと事情があって、ご主人はキーナ様が現れるのを500年待っていたんだ。500年？そっか、よくわからないけど、あなたは私に会えてすごく嬉しいんだね。よかった、よろしくね。メロちゃん。はい、キーナ様。まあそんなわけで、キーナ様を見つけた私は自分の世界とあのドレッサーを魔法でつなげてここへ来たんです。そんなことできるんだね、すごーい。それでキーナ様の様子をしばらく見ていまして。うん、鏡の中から励ましてくれたよね、私が失恋して泣いてたの。いいえ、まだ失恋してませんわ。サヨンジ君のことはこのメロにお任せください。私の魔法で何とかします。魔法で？友達なんかいらないというサヨンジ君と仲良くなるには、あの魔法がいいわ。紫、魔法ステッキを。はーい。恋の魔法はメロにお任せ。メロ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 。キーナ様、変身。おお、可愛らしいですわ、キーナ様。ほら、ブイ。豚になってる。豚じゃありませんわ、イノシシの赤ちゃん、ウリ坊です。どういうことなの、メロちゃん。作戦ですわ。サイオンジ君のような不良は人間不信だけど、動物は好きなもんです。その姿ならきっと仲良くなれて、彼のいろんなことを知れますよ。そんなうまくいくかな。せっかく考えてくれたし頑張ってみるけど。ぷい。でもその作戦なら子犬とかに変身したかったな。くしん。キーナ様、言いにくいんですが、この魔法、本人が一番似てる動物になるんです。キーナ様、このお話がついにコミックスになりましたわ。なったよ。早速放課後に買いに行こう。って、もうこんな時間。キャー、学校遅刻しちゃうよ。メロと恋の魔法、1話の気になる続きはコミックス&超最新号でチェック。よろしく。